どうも大丈夫です。というわけで今回はですね、皆さんの嗅覚をブーストする方法、まあ、というかリセットする方法についてご紹介したいと思います。例えば匂いって結構ですね、曖昧な感覚でですね、人間って、特に家の匂いなんかって皆さん気づかないことありません？人の家に行くと、人の家の匂いがするなってのわかるじゃないですか。でも自分の家って全く匂いを感じないですよね。ところが、数日間旅行に行ったりとか、一週間ぐらいですね、家を開けて、それから家に戻ってきたりとかすると、なんか匂うなみたいな、なんか家の匂いすんなみたいなこと気づくことありますよね。でもこれって人を家に招いたりとか、あるいは自分の体臭でもそうですけど、人間でこう匂いに慣れてしまうんですよ。で、こうなってると、家が臭いのに気づかないとか、自分が結構、匂うのに気づかないみたいな、そういうことが起きちゃうんですね。で、これを防ぐためにはどうすればいいのか、非常にですね、簡単な方法を2つご紹介したいと思います。で、このうち片方は、僕もですね、普段から、使ってまして、なぜかっていうと、ワインとか飲むときって、やっぱり匂いに敏感だったりとかした方が美味しいわけですよ。で、食事をするときも、人間の味覚と嗅覚って密接にですね、リンクしていて、僕らが感じる味っていうのは、そのほとんどが嗅覚、実は香りなんですよね。なので、ご飯を美味しく食べるためにもですね、このテクニックは使えますんで、ぜひですね、今日はですね、皆さんの嗅覚をブーストするための方法を勉強してみてください。で、今日はですね、一応番組タイトル下のですね、説明欄、およびですね、動画のですね、コメント欄の方にですね、嗅覚もブーストしてくれるおすすめの、動画をですね、入れてありますんで、ぜひですね、さらに嗅覚をこうね、研ぎ澄ませて、例えばね、自分の体の匂いに気づきたいとかね、あとご飯とか美味しく食べたい、より美味しく食べたいというふうに思う方はですね、ぜひですね、番組タイトル下の概要欄とコメント欄もチェックしてみてください。あと僕の無料の、オーディオブック、今 Amazon でですね、僕のオーディオブックがですね、一人一冊無料で聴けるキャンペーンをやってますんで、こちらのリンクも番組タイトル下の説明欄、概要欄には入っております。ぜひ合わせてチェックしてみてください。というわけで、嗅覚なんですが、人間の嗅覚って実はですね、適応力がめちゃくちゃ高いです。だから、例えば、友達が来た時に、わ、この家臭いなと思うような家でも、自分は気づかなく、なっちゃうわけですよ。で、実はこれ心理学的な現象でですね、認知心理学者のパメラ・ダルトンさんによるとですね、やっぱりこう自分では気づくことができない家のですね、匂いだったりだとか、自分の体の匂い、こういったものにですね、気づくための方法を実は紹介してくれてるんですね。で、そもそも、やり方を紹介する前に、なんで自分の家の匂いに気づけないのか、慣れてしまうのかってことをお話しするとですね、人間の鼻ってですね、実は周囲の環境に非常に慣れるように、できてるんですね。なぜかというと、こうね、いろんな匂いをずっと感じてたら、ね、例えばその、なんか違和感があったりとか、でも家に知らない人が来たりとか、異常事態が起きたら、僕らって、なんか匂うな、みたいな風にですね、気づきますよね。で、こういうのを感じるためには、いちいち家の匂いをですね、いつもと変わらない匂いを変わり入れるわけにはいかないわけですね。ということで、周りのですね、環境に慣れやすく、人間の鼻ってのはできているわけなんですよ。で、どんなに匂いがきついものが室内にあっても、最初、うわ、くっさっと思うかもしれないんですけども、実はですね、人間の適応力ってすごくて、2回、たった2回呼吸をするだけで、嗅覚のスイッチがですね、その嗅覚に対して慣れ始めるんですよ。だから最初は、なんか匂うなと思っても、2回呼吸するまではきついんだけども、それ以降は、呼吸するためにどんどんですね、その嗅覚がですね、鈍感になっていって、匂いを感じれなくなっていくっていうところなんですよ。で、さらに実験によるとですね、どんな、匂いでもですね、3週間もすると、ほぼ無臭に近い状態になってしまうんです。だから、臭い家とか、臭い場所でも、3週間そこにいると、僕らはその匂いをですね、感じなくなってしまって、臭くないというふうに感じてしまうんですよ。怖い話ですよね。だから僕実は、もともとね、すごい匂いに敏感な人間なんですけども、3日前に相手が、焼肉に行ったかどうかが分かるぐらい実は僕嗅覚が敏感なんですけど、まあその理由の一つは僕は実は嗅覚を敏感にするためのね、行動をいろいろしているっていうのもあるんですよ。まあワイン飲んでるっていうのもあるんですけどね、ワインを飲むために、これ香りなんで、より楽しみたいとか、ワインの味が分かるようになりたいってことで、やったりとかするんですよ。あ、ちなみに今日の、ワインはグランエシゾー2013です。はい。っていうところなんですが、じゃあですね、どういう風にすれば、嗅覚をブーストできるのか。で、もっと言うと、まあ、別に嗅覚をブーストするまではいかなくてもいいんだけど、家にね、人が来る前に、本当に家の匂いが大丈夫かしら、変な匂いしないかしら、気になる人いますよね。で、これを、分かるようにするための方法をですね、今日はご紹介したいと思います。で、これなんで鼻が匂いになりやすいかってことはよくわからないんだけども、さっき言った通り、危険がないって判断した瞬間に、その匂いがやばいもんだったら、対処しなくちゃいけないけど、あ、しばらくいても、この匂いで体に害が起きてないから、危険はないんだろうな、みたいな風に考えてしまうと、人間はその匂いを感じなくなってしまうんですよ。つまりどういうことかっていうと、人間が匂いを感じなくなってしまうのは、慣れが原因だと。で、特に、人間のメンタルが、あ、この匂いは危なくないんだっていう風に自分の中で、危険
じゃないっていうふうに判断してしまうと匂いがなくなるんですよ。じゃあどうすればいいかっていうと、脳にですね、刺激を与えてあげれば再び、匂いのスイッチをオンにできるということが分かっております。まずは一つ目の方法が自宅の匂いに怯えるって方法です。二つ目の方法が全力ダッシュ。はい、この二つの方法があります。まずはですね、一つ目、自宅の匂いに怯えるというところなんですが、これは何かっていうと、いわゆるですね、これメンタルトリック的なメンタルハックのですね、一種なんですけれども、先ほどご紹介したダルトンさんのですね、実験とかにですね、よるとですね、自分の家が臭いんじゃないかっていう風に不安になればなるほど、なればなるほどですね、人間の脳がですね、匂いにですね、敏感になるスイッチをオンにしてくれるんですよ。で、本当に、嗅覚がですね、良くなると、いうことが分かってるんですね。だから自分の家の匂いに対して不安をですね、うわーっとかき立てると、臭い匂いがしてるんじゃないかなっていう風にですね、考えて、不安を高めるんですよ。で、こうするとどうなるかっていうと、一時的にですね、家の匂いに敏感になると。で、この不安がまた元に戻ったら、家の匂いにはですね、また鈍感なのでリセットされるんですが、こういう方法があるんですね。だから、うちの家臭いんじゃねえかなっていうふうに、不安を感じるだけで、なんとなく、なんか、気になり始めると、なんか、言われてみればなんかちょっとこういう匂いがするなとか、なんかね、猫の匂いするんじゃないかなと僕の場合だったらね。ってことを考えると、やっぱそういう匂いに敏感になるんですよ。そうやってですね、一時的にですね、来客がね、ある前とかにはチェックするとか、で、あとはですね、もう一個の方、二つ目の方法が、とはいえ、そんなに簡単に不安にはならないですよと。あとはね、ちょっとメンタル的な問題で、あんまり不安になりたくないという方いると思うんですが、こういう方はですね、全力ダッシュしてください。運動をすることによって、鼻の血流を上げる。だから僕は普段やってる HIIT なんかもそうですけれども、そういう風にですね、血流が上がるような、ちょっとですね、激しめな運動を短時間行うことによって、嗅覚の敏感さを取り戻すことができるっていう、ちょっと面白い、テクニックなんですね。で、実際にですね、これは、プロの、香水調合師、いわゆる調香師、パフューマーですね。香水を作ったりとか、香りの仕事をする人のですね、プロの中には、仕事前に階段をダッシュで上り下りして、嗅覚をアップさせてから香水の調合に入るという人もいるそうなんですよ。面白いですよね。だから、僕らの嗅覚を敏感にするための方法は、不安になる、または、運動して鼻の血流を上げるというのがいい方法だそうです。まあ不安になるのはちょっとね、メンタル的な問題もあると思うので、おすすめはですね、来客が来る前にはですね、ちょっと運動してもらって、で、家の匂いを嗅いでもらって、変な匂いをしないかチェックするということがおすすめです。はい、ぜひ試してみてください。で、今日はですね、番組タイトル下の説明欄の方に、じゃあ、そんな匂いがにですね、敏感になるし、プラスアルファで自分にもですね、メリットがあるような運動って何なのっていうところも僕いつも言ってますよね。HIIT ですね、短時間で体を追い込むあの運動、最強の運動というふうに言われております。で、この運動方法をですね、解説した動画が、今日の番組タイトル下の概要欄、またはコメント欄の方に入っております。僕の人生を変えてくれた運動でもあります。頭の回転も良くして、かつですね、メンタルも良くなるし、嗅覚も鋭くなるし、いいことだらけですね。というわけで今日のですね、おすすめの動画は、1日4分からのモテる体型の作り方、なんとたった4分 HIIT という運動をですね、するだけで、1日4分するだけでですね、結構いい体型に変わるんですよ。嗅覚も鋭くなるし、一石何鳥にもなりますね。というわけでこんな方法が番組タイトル下の概要欄、そしてこのところのコメント欄に入っております。ぜひチェックしてみてください。そして、今日のおすすめの本なんですが、ワインの本をおすすめします。ワインは楽しいっていう本なんですが、この本ですね、フランスですごい売れた本らしくて、でワインがどう作られるのかとか、ワインの香りが何に由来してるのかってことをですね、絵で教えてくれるんですね。だからほとんどまあピクトグラムというか、もうほんと子供でも読めるような絵本みたいな感じになっていて、あっという間に分厚いんですが読めるんですが、非常にですね、ワインの本質とか作り方とかついてる本なので、ぜひですね、ワインはね、ちょっとよくわからないんだよね、楽しみたいんだけどわからないんだよねって思ってる方はこの本一冊読んでおくとですね、だいぶワインについて語れるですね、教養ある大人になれると思いますので、ぜひこちらの本もチェックしてみてください。そして番組タイトル下の概要欄の方には、いつものようにですね、Amazon で今行われている僕のですね、オーディオブックが無料で聴けるというキャンペーンを、のリンクを入れてあります。超集中力からですね、最新刊のですね、究極のマインドフルネスまで、僕のですね、オーディオブック通常2000円が今無料で、聴けるキャンペーンをやっております。一人一冊ですが、ぜひですね、チェックしてみてください。というわけで、続きは、番組タイトル下の概要欄、またはコメント欄の方からお会いしましょう。バイバーイ。